アニメ版のナウシカって下手に出来が良すぎるんですよね。で、下手に出来が良すぎるから原作版のですね、面白さっていうのがですね、みんな知らないままもう気が済んじゃってるっていう、なんかそういう残念なものだと僕は思ってるんですね。例えばそのもの青き衣をまといっていうのあるじゃないですか。あれもですね、そのアニメ版の方ではナウシカは伝説の存在で、で、人を助けるために使わされたみたいなもので、あれがですね原作版では全然違うんです。ラストシーンの近くになってですね、焼け焦げた大地の上で人類文明が最後隠されていた卵を割って、それの体液みたいなものを浴びたナウシカが立ってると。で、それが夕日に当たってですね、たまたま偶然金色の野原に見えるというやつで、ですね、何をやってるのかって、本当に人類の黄昏終わる時期を書いてるんです。だから全然希望でも何でもなく、なんだろう、見る人はそれを希望と受け取る。よくこれ書けたなというところに達してるんです。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。その他にですね、その巨神兵もですね、アニメの方ではですね、巨大生物兵器として書かれてですね、人類がついに文明が頂点に達してお互いが殺しちゃって戦争を始めてしまい、火の7日間で巨神兵が世界中を滅ぼしたみたいにアニメの方では書かれてるんですよ。ところが原作の方では火の7日間戦争という伝説はあるんだけども、人類が本当に何だろう、戦争とか巨神兵とか巨大兵器で殺し合ったという描写はないんですね。そういうふうに伝わってるだけで、ところが原作の中の言い伝えって半分ぐらいが誤解とか嘘なんですよ。で、実際おそらくどうだったのかっていうと、人類はそんな巨大兵器とかを使うんじゃなくて、慢性的な内戦でお互い殺し合って、そのうち環境が汚染され尽くして、で、互いに何だろうな、小規模の内戦とか殺し合う兵器とかがあって、人が住めない環境になって滅びちゃったというのがですね、現実に近いんですね。で、巨神兵というのはですね、人工知能を持った裁判官として作られて、相手の行動を規制するため、警官が持ってる銃みたいなもんでですね、問答無用に撃つというよりは、それ以上こっちに来たら撃つぞみたいな兵器だったんですよ、漫画の中の書かれ方では。なのに、存在自体がですね、忌み嫌われてですね、いつの間にか地球を滅ぼしたということになってるわけです。なんかそういう意味でですね、なんかその意外なものが多い。ジブリのその本によるとですね、映画版のラストシーンでもですね、オウムが迫ってきてナウシカがそこに立ってるようなラストシーンにしたかったんだけども、高畑勲と鈴木敏夫が2人がかりでですね、これでは映画としてのカタルシスにならないよって言って、生き返ることにしようというふうに言ったと。で、生き返らせたんだけども、本人はまあ結局あれで宗教映画になっちゃったよと。でも、その宗教映画にしたおかげでアニメ版のナウシカ大ヒットした。なので、いつまで経ってもナウシカっていうのはそういう話だとみんなに思われてると、いまだに宮崎駿あんなラストにしちゃったことを後悔して、人間を描いたはずなのに、そこにラストにほんの気の迷いで奇跡を入れちゃったばっかりに、なんか俺が一番嫌いな宗教映画作っちまったよというふうに思ってますよね、皆さん。ナウシカの愛が世界を救ったみたいに思ってるじゃないですか。あれはもう宮崎駿からしたら、だから俺嫌だって言ったんだ、どっしんどっしんというような、ニュアンスだそうです。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひ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 チャンネル登録よろしくお願いします。